本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。ゴリサです。本日はボッサロック第6話を称してリアクション収録していきたいと思います。よろしくお願いします。ではいきます。3、2、1、5。これどこだ。本当の光景かこれ。はい。新書風。はい。あらすじにも程があるような気がするんですけど、普通こういうのって、過去の、映像音声を切り張りして、やるもんなんですけど、この作品すごいですね。あらすじを新規に作る。はい。ね。よくやりますね、本当にね。はい。全部新規カットじゃん、この辺も。あらすじやるときって普通ね、時間稼ぎとか、晩酌尽きるのを回避するべくやるんですけど、この作品の場合、あらすじですら新しく作るっていうね。余裕じゃん、そんなもん。家族はだって、ご両親と妹さんと、犬ってね、犬が、はい。あ、そっか。割と、おぉ、すごいな。割と時間なかったな。次の給料日まであるかと思ったら、全然ないんだな。すぐな。おばあちゃん、はい。あ、だいぶと、あ、そう、地味偏差なんですよね、犬はね。犬ダメか。だいたい犬にチケットとか、想定されてないと思うんでね。あ、そうなんだ。本当ですよ。かわいそうに。怖いところ。あ、すごいな。妹さんのことね、心配されてましたよ。妹って入れてもらえるのかっていうね。で、サルバーサイズさんが、すげえ。ストーリーって、元になった本物のライブハウス、クラブがあるんでしょ？それを突き止められましたよね。未成年は入れないっていう記述はなかったけどね、ってところまで調べられたんですけど、やっぱ、よくご存知ですね、あなた。二人さん。はい。あ、そうでしたか。あ、はい。わかりました。あ、すごい、話のわかる妹さんですね。すべてをさ、大丈夫なの？10日は微妙、誰に言ってんすか？誰に言ってんすか？こと。だし、3枚ね。お父さん、お母さんしか来れないし、本当はお父さん、お母さんも、ふぅわにしたって、この人の画力はさ、画力とかいう問題じゃないんだな、この人の場合な。絵を描くときの、頭の中で想像してるものがもうすでにやばいんだよな。3枚はきついっすね。結構時間あるから、その間働いて稼いだらと思ったんですけど、ロイン、はい。日雇いのバイトとかあるかね。そらそうでしょうね。別に心配。ただ、ボッツさん、後藤さん、あなた、登録者3万人でしょ？登録者3万人いたら、一言言えば、誰が来てくれんじゃんっていう話はあって、ただ、なんで店主の格好なのか、そんなことでクビになるのかわかりませんけどね。後藤さんに、おぉ、誰だよこれ。後藤2号じゃん、ただの。なんで後藤さんは、その、3万人のチャンネル登録者に一言言えないのかね。あ、この人、あれじゃない？オープニングで、誰だあれって言われてた、ギザバの人でしたっけ？なんで毎回、毎期私はギザバのキャラに出会うんだろう。
よかった、時報で間違って。お水？この人何なの？ど、は？酔い止め？しじみ？あの人、オープニングで、ワインかなんか煽ってるのか？っていう疑ってたあの人って本当にマジで、アルチュースか？これあれ？りょうさんが言ってた、酒、タバコ、女遊びって言ってた、そのうちの、酒担当ですか？これ良くないなぁ。まあでも本当に、ね、出てきますよね。多分あれだな。酒入った時、瞬間なんだろうな。ああ、良くないっすよ、本当に。でも本当に、この作品で、多分そうなんでしょうけど、アル中出てくるんでしょ？アル中とか出てくるようになったらもう、いよいよ、ね、これまで、まあ特に軽音は、で、大概のその、キララ作品が踏み込んでこなかった、ほらこの人、ね、多分そうなんでしょう。すごいその、現実の中でも、やっぱ世知辛いっすね、本当に。そういう領域まで、この世界の描写の一部に取り込んでいくんだな。でもそうなんですよね。ほら、ボッツさんが本当に深いことをおっしゃってて、勝ち組が奏でるロックって、そらロックなんか？っていうね まあだからって、あんたは自ら必要以上に負け組の方向に自ら自己像を貶めていく必要ないんだけど、でもそうなんすよ。ど底辺とか落語者とかまで、それに寄り添って何を与えるのか、それは人それぞれだけど、何か、ほらやっぱりね、うん。それ何？あ、しじみね。その前に染みたものを最初から飲まなければよかったのでは？ですね。これは本当に、うん。そんな金があったらチケット代ましゃが、下駄履いてんぜ。何考え、どういう、うん。そうね。かかんない方がいいね。ぼっちです。あ フルネーム。本名フルネームで言ってしまった。ちょっとそれ何？本当っすね。それ何？ああ。せっかく買ってきてもらった酔いしゃきとしじみの味噌汁が何の、まあ意味はあるんだけどさ、はい。終わっ、え？ああ、やっぱそうだったんだ。飲むわけねえだろ、やめろ。殺すぞ、貴様。そうです。ひとりちゃんね。おお。逃げよう。絶対にかからない方がいい。とにかく、おう。っていうかもうすぐ逃げようぜ。行ってらっしゃい。一人でね。はい。こんな時になれない。おお。ちょっと助けられ。バンドやってる？あ、そっか。やっぱりね。本当に、ロックだな。まあ、ロックの中でも本当に、内臓をすりつぶす方の、厳しい世界。はい。なんだそれ。そんなことになりかねないですね。はい。なるわけねえだろうっていうね、言えないところが。この声誰だろうな。なるほど。じゃあ、傷はつけられないですね。すごい、どんどん言う。そうですね。楽しみですね。なんすか？何のですか？あ、そこ拾われてしまったか。適当に嘘つくもんじゃないな。バンドをやってる音楽は大切にしてる人なん、そこだけね。本当にその一点だけね。レッスンね。レッスンはありがたいんですけどね。ちょっと他のバンド興味ないですか？どんな演奏するのか。どんなロックを奏でるのか。ちょっと見てみたくないですか？お姉さん。違うな。一瞬カズネーの雰囲気あったんですけど、全然違うわ。は？その犬、その先あなたの命奪いますけどね。いずれね、あ、こ、
40代で死ぬな、この人。命より大事なベースはどこにあるんですか？そうなんだ。聖域だからですか？あなたにとって。今のすごいギグッとする。アルチは本当に命軽いんですよ。ロイン。何回出てきても、はい。ほら。だけど、今はちょっと別の意味でね、あんな意味で忙しくなることあるかっていうぐらい、誰に？そういえばちょっと気になるな。出会いから、これまでのいきさつね、二人のね。おー！ベースか。まあ、結束バンドには関係ないでしょうけどね、ちょっと、お友達含め、どこでやってんだろう。どこでやってんだ。スターリーじゃないですよね。わかんない。これ誰か知ってるかな？結束バンドの誰か。はい。あれ誰？あの人さ、オープニングの、やっぱりいる。そっかそっか。メンバーの人か。いや、あのね、全部忘れたいの。はい。まあ、そう。そんなものあなたが心配する必要ある。うわあ！あ、わかりました。わかってんすね。この作品は、アル中のこと本当によくお分かりですわ。来なくていいんだよ、一生、そんなものは。わかんなくていいんだよ。わかんない。もうやめよう。アル中はもうやめよう。我々の世代で、絶滅させよう。アル中をこの世から駆逐しましょうよ。わ、あお。うー。やめようぜ、あまりにも、はい。あまりにもまことしやかな妄想やめようぜ。買い物ねだり、あれなんかあんだろうな。まあ、アル中にもいろいろありますよね。中島ラモさん、うわぁ、よかった時の思い出を未だに。中島ラモさんとかね。アル中が何なのかをよく把握した上で、それでもアル中やめられないまま、一時お酒やめたけど、すぐね、大麻とお酒にまたハマって、そのままお亡くなりになりましたしね。ああ、いいぞいいぞ、ぼっち。やばいと思っとけ。警戒処分に越したことないよ、酒なんて。酒なんてただのドラッグだからね。ただ法規制が難しいからされてないだけで、合法になってんのは簡単に作れるからってあって、まあ酔っ払いの言うことだから、あんまり当てにしない方がいいよ。本当のことも言うんだけど、さっき聞いたでしょ？命の恩人？さっき聞いたでしょ？酔っ払いの言うことだから、その場その場の妄想と思い、はい。その場その場の妄想とか思い込みで、なるほど、その手があったか。後藤さんならいけるな。このお姉さんも相当やるんでしょ。わかんないけど。そうね。それは考えつかなかった。やったことないし。路上ライブって許可いるんですよね。でも、そうね。本当に、うーわ。なるほどね。行動力というか、もうその辺の手はずが、本能の段階まで、うーわ、細か描写。骨の髄まで染みついてんだな。こういう活動をこう、ほらやっぱりね、今更ですけど、ギザ場の人ですね。金沢八景なのね。金沢八景って？はい。ですねえ。あんたもやるんだよ。っていうか、ボツさんがメインでしょ。やってみようじゃん。いい経験になるし。めちゃめちゃ食うんじゃん。ああ、いいんじゃん、別に。いい経験だな、これ。
暗闇でとかは別にいいんだよ。暗いな、しょ、はい。なんでしょう。なんだ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 。うん。戦う相手？うわ、目に光がない。敵？あなたの敵は？うん。特にボッツさん敵いないですけどね。ね、謎ですね。はあ。面白い話されてますね。なぜそんなことを聞くんだろうな。知りたいのかな。これ、ニジカさんの、はい。ニジカさんの発案？うん。まあ、そうでしょうね。そのぐらいは、はい。一匹狼なんじゃないですか。謎なんだよなぁ。扱っていい？うん。なんでぼっちそんな、ねえ。見た目こんなっすよ。めちゃめちゃもうなんかの主人公じゃないと。それなんすか？バチじゃん。あ、はい、ありがとうございます。許可もらってるんですか？いいけど、はい。歌は誰がやんだ？ボツさん歌える？うん。はい。おー。はあ。へえ、逃げてんだな。あ、本当に目つぶってやってるし。バチでやってる、マジあれ。まあ、あり得るけどね。うん。ああ、目に光が戻ってるわ。はあ。はあ。やっぱ本当に、ベース一本という、なるほどね。いや、これは、ありがとうございます。わあ、ちょっと、うん。ちょっと私は今、涙腺に来ておりますね。うん。やっぱ、ああやって必死にやってる姿を見たら、世の中の誰かは、うん。うわ、すごい、これまでで一番、感動的な、うん。おー、やるね。うんうん。ぼっちがバイトの最中にね、一歩ですけど、一歩ではありましたけど、たとえ一歩であっても小さな一歩であっても、本人にとっては大きな、一歩を踏み出した瞬間以来の大きな感動を今、私は覚えております。いやー、よかったな、本当に。本当っすね。前回のライブの最中でもね、成長しましたしね。うん。よし。これを機に叫びましょう、お姉さん。お名前聞いてないですね、そういえばね。はい。聞きましたっけ？もしき、うん。そうですし、これもうさ、しょっちゅうやったら、儲かるしね。もったいないっすわ、そういえばね。うん。ありは、どんぐらい売れました？チケット。全部？ほんとっすね。はい。まあ、うん。全然いいっすよ、そんなもん。片目でも見えるからね、物は。お！さあ、どちらがいらっしゃってくださると、おお、ありがたいんですけど。はい。ありがとうございます！ありがとうございます！いや、どんだけいろんな顔持ってんだよ、お前は。あー、ファン、うん。これファンでしょ。あー、そうですね。よかったっすね、ボツさん。あなたのファン、1号と2号ですよ。やめましょうまあ、もう関係ないんだな。そんなことに細かい描写はいらない。それがダメにしたんすよ。あなたのそのキラキラを。あなたに取り付いてるそれが、全部の幸せを奪っていくんすよ。つったってね。はい。やっぱりね。
されんのはまあ、そうなんですよ。よかったですね、そのぐらい済んでね。まあよくあるんですけどね。ゲリラライブとか行ったってね、うん。そこは公共の、そうですね、そういえばそうなんですよ。二人しかいなかったですからね。お姉さん買ってくれる。うん。お姉さん、やっぱりね。ありがとうございます。うん。はい。やっぱ風に似てるんだけどな。新宿？はい。下北沢。の。もう、それさ、通貨になってんじゃん。北朝鮮のチョコパイかよっていうね。この人にとっては鬼ころが通貨なんですかっていう。米が通貨だった時代があるから、それの変化した酒が通貨の時代があってもいいんじゃないかとかね。一瞬よくわかんない。そんなにお金ないですか、この人。ああ、そう。ああ、だってバイトなんかしてる暇ないもん。バンドが忙しいからさ。本当にやってる人はね。まあそれをただの言い訳にだけしてる人もいますけどね。へえ、いやー。人生だな。熱くなっていくな、ぼっちの人生が本当にね、いろんな経験ありますね。危ないもの、恐ろしいものにも触れていくんですけどね。まあそういう危うい世界と紙一重なのが、まあそこからね、立ち上ってくるものがやっぱり音楽の厚みも増すし、うん。うん。そんなにびっくりですか？うん。やっぱりね、言うと思ったんだよね。それがね、ちゃんと売れたんですよ。ちょっとああいうやり方を思いつかなかったというか、うん。誰も信じてくれない。まあでも優しくしてくれるみたいだからよかったっすわ。うん。はあ、いや本当にね、最後に花火が一発ドーンと花開く演出とかありましたし、今回もね、ご紹介する海外の反応の中で、ムロナ・マント・ウィーゾーさんが、やっぱりあの人は多分だけど、映画批評の手法を使って、いろんな作品に復縁してるんでしょうねっていう、すごい、多分だけど、まだ、一かけらも読んでないけど、あの最後の花火一発に関する言及は、今回のディスカッションを、あの人のコメントを拝見するとありそうだなっていうぐらいね、本当に、目立つ、パーティキュラーな演出ですよね。演出だってわかりやすいし、それで何を言わんとしてるのかがよく伝わってくるし、ただそれでもね、本当に細かいところまで、今回も目の前で一番大きく展開している流れの脇ですごい細かい、で、一瞬だけの描写とか演出とかたくさんありましたし、あ、なんかあったなってね、意識しようとするんだけど、会話とか、大事な場面転換とかの方をね、やっぱり見たくなって意識いっちゃうんですけど、だから無意識感にすごい溜まってんでしょうね。この作品見ていくと。そういうものをね、見たっていう感覚？君の家まで？まあこれもなんかにかかってんのか、今回もね、八景は地名か。へぇ。ん？そういえば確認しなかったな。八景の字幕、多分ローマ字で八景なんでしょうけどね。ああ、エールビューズになってますよ。これは今回本編出てきた地名とは乖離してしまうがどうする？今回の地名の金沢発見の時にカッコ入れる？無理だな。ああ、まあいっか。これは乖離してしまうな。まあしょうがないですね。工夫がかえって新となったか。で、あのお姉さんのお名前とキャストさん確認します。多分伺ってないですよね。広い、キクリ？へえ、千本木さやかさんね。キクリさんね、そうですか。で、さっきね、私本編中に特に何の考えもなしに、あなたのファン1号と2号ですよって言ったら、本当にそのままの名前になってんじゃん。で、あの犬は地味編さんなんですよね。誰も小岩さんなんですよね。うん、そうそうそう。というね、
いやー、そうっすか。思いがけない経験するもんですね。人生って数奇ですね。やっぱりこれまで殻に閉じこもって生きてきた後藤さんですけど、ああやって外に出るようになって、で今回もね、キクリさんの、後押しというか牽引があってですけど、本人の勇気もあって一歩前に出て、世の中に広くその腕前で問えば答えが返ってくるというね、いい話でしたね。まあキクリさんのこの先はね、何が一番不安って、そのアル中が不安なんですけどね。多分そのいろんな問題を思い浮かべてらっしゃいましたけど、何よりその酒が真っ先にあなたを殺しますよ。間違いないですよ。まあでもそれは今どうしようもないですね。あそこまでのは早いだろうな、天井を全うするのは。というね、今回でしたけど、だいぶ強烈だし、やっぱりまあご本人に関してはすごく心配なんですけど、マジで40、50でくたばりますんでね、アル中ってのはなんやかんや、それは心配なんですけど、やっぱりああいう、すごい大問題というか、多分だけど命とか人生を破滅に導きかねないような大問題を抱えている人物が出てきて深く関わり、ただ主人公のぼっちに新たな世界も見せるし、未経験のことも味合わせるし、ということがあって、やっぱり本当にこの作品って多分言われてんでしょうけど、ロックですね。厳しい世界というよりは、人間って弱いもんなんだなっていうね。この世界を順風満帆に生きていくには、人間って脆いし弱い存在だよねっていうことを感じさせる、ああいう出会いと、でその後の絡み合いがあるっていうのは、やっぱこれまでの CGDCT で軽音ですね。本当によく言われる。毎回言われんじゃんっていう。とは確実してますね。で、多分だけど、だからこそ本当にこの作品ならではの大きな意義があるんだと思われたんかな、作り手さんはね、っていう感じもしますけど、まあでもそれは、ちょっとこれはまたお花畑の、あのね、別にバカにする文脈じゃないですけど、あくまでその分類としてティーブさんがね、あの、確か恋するアステロイドか、を1話だけだったかご覧になって、で CGDCT 全般に対して、可愛らしいで色鮮やかで甘くて軽くて柔らかい、そういうもんなんだと。で重くて硬くて激しいものは心に負担になる人は、そういうものが救いになる人もいるだろうっていうおっしゃってたんですけど、やっぱ CGDCT イコールそういうもんだと、カロンキャンディーみたいなもんだとおっしゃってましたけど、だと思ってて舐めてたということを感じられてる人はいるんじゃないかというね、今回ですけどね。まあそれは読んでいかないと分かりませんが、とりあえず前回から今回までの間にまたいろいろありましたんで、そちらをご紹介していきます。あの字幕とか翻訳に関してはね、すごい少ないです。まず青春ですね。これは多分オープニングにもあるし、一回ぼっちさんに青春コンプレックスって言われたやつを、字幕上もローマ字で青春コンプレックスとしていて、でなんだなんだそれはと思わしといて、その後でギータさんの、ギタオさんの説明が入るというね、あそこはなかなか、ちょっと先の展開まで見通した翻訳の仕方というね、腕前を見せていただきましたけど、ああいうことがあったのもあってでしょう。それ以来ね、ずっとね、青春は青春なんですよね。どこに出てきても青春をユースとか、まあそういうこともありますけど、基本的には一貫して青春って出てきたら青春なんですよ。だからぼっちさんのキーワードとして日本語の青春でいくでしょうね、この作品ではね、っていう感じがあります。あとこれですね、あの土管から立ち上るぼっちさんのセリフですけど、あれもちゃんとね、横方向ですけど枝分かれしてスクロールしていくっていう、すごい細かい字幕になってました。あと他にもね、そのまあだからこれ見たら誰もついていきたくないというか、あそこまで求められんだったら字幕の分野に進出していきたくないなと、他の会社さんが思うのも無理はないっていう字幕芸がね、また今回もあったんですけど、ディスカッションの中で出てきますんで、その時に改めて申し上げます。あとはニコニコ動画ですね。皆さんいつも本当にたくさんご覧いただいて、ニコニコ広告とかいただきましてありがとうございます。やっぱ人気作なんですね、本当にね。すごい、あの YouTube の方でもね、金作では、私のチャンネルではですけど、金作ではなかなかここまで回んないなっていうぐらい再生されてますし、まあこれはね、多分 YouTube さんのそのおすすめ紹介のアルゴリズムに何かが引っかかったんでしょう。まあそれは偶然かもしれないですけど、そういうこともあってね、このボッチャルウォークでは、どちらの動画サイトでもすごくご覧いただいております。ありがとうございます、皆さん。で、海外の反応ですね。リアクションは、Musings of Memory さん、Queen Deja さん、Random Rabble Productions さん、New Bijun さん。で、まあそれはね、ご自身が音楽家でいらっしゃいますんで、Musings of Memory さんは、あと日本語強いですし、毎回なんかしらね、
あ、やっぱこの人すごいなっていうことがあるんですけど、まあこれはね、その一端かわかんないですけど、縁ですね。なんでそれっていうね、前回お金の話ありましたよね。うん。でね、その価格がどれに換算するととかで、海外でご覧になってる方は頭の中でね両替するんですけど、その流れで最近円は弱いからねっていうことをよくご存知ですね。まあでもね、だんだんまた戻ってきましたし、円安のうちに輸出産業の方は売れるだけ売っといて、国内生産した方が安くつくところはなるべく回しといた方がいいんじゃないですかとかね。タイドルで今円が安いということを、あとこれね、やっぱそう、日本語能力ね、細かいんですけど、確かに私もね、字幕見ていて前回気になりました。お姉さんね、店長のお前のことちゃんと見てるからなっていうところなんですけど、あの翻訳ね、これか。 Hey kid、 うん、 I see you、 OK、 ダメじゃないけど、やっぱニュアンスはそのね、メブリさんは本当にその日本語のニュアンスまでね敏感でいらっしゃいますんで、バイリンガルか、両言語わかる人がこの翻訳字幕ご覧になると違和感はあるでしょうね。うん。で、ちょっとこれは私も気になるなと思っていたんですけど、メブリさんも I don't really like that translation there. It's more like I'm watching you properly or I'm watching you closely、 の方がいいんじゃないっていうねことをおっしゃってて、うん、ちゃんと見てるよですからね、原文は。だから watching you properly の方がそのまんま、もうちょっと直訳風になるんですけどね、か、お前のことよく見てるからなの closely、うん、というね、そんなことありましたわ。で、海外のディスカッションですね。まあもう本当にこの作品はね、ちょっと点数怖いですね。うん、もうあれでしょ、あのこれそういえば今更ですけど、私海外のほとんどの人より1週間遅く見てますし、で動画をねアップするのはさらに遅くなりますんで、10日以上私の感想とかは遅れるんですけど、なんで皆さんのディスカッションはもう十分に売れた状態で見に行きますんで、コメント数すごいんですよね。あともう7話皆さんご覧になってのほとんどの人はこの点数でしょ、マイアニメリストの。まあ興味ある方はご覧になってください。あんまりこれね、点数に振り回され始めると、どっかで必ず自分が好きな作品なのに点数はすごく低くつけられてて悲しくなるという経験をされますんで、あんまり気にされない方がいいと思いますが、人の点数とか気にならないけど、海外でだいたいどういう点数なのかご興味ある方はご覧になってもいいかもしれないですねっていうぐらい特徴的なすごい高い点数になってます、この作品は。なんですよ、でコメントがすごい多いんですよね。これなんですよね、私も本編中にそういえばと思って申し上げましたが、皮肉なのはこれ、ぼっちは3万人の登録者に頼みさえすれば席を売り払うことができる、まだ他の人に言っていないなんて意味がわからない、みんなにバレた時には面白いことになりそうだ。うん、これはね前々からいつだいつだと言われてますね。結構その辺ね、気にされてる方が意外なぐらい多いです。いつバレるんだよみたいな、はぁっていうね感じなんですけどね。なんか気になる人は結構いらっしゃいますね。あとね、そう、あ、そういえばね、やっぱ音楽やってる人は当たり前ですけど意見とか指摘が深いですね。マブリさんがね結構厳しい目でご覧になってますよ。やっぱりね、ご自身が音楽家なんで、前回のねオーディションの場面でも必ずしもアニメーションが一致してない、なんだっけ、省略されてるだっけ、9割かそれ以上の人は気づかないと思うけど、やっぱり音楽やってる人間としては目立つと。で、あとぼっちのパートは意外と簡単だったねってね。で、それよりむしろ北ちゃんさんの歌いながらの演奏なのにあのパートは相当難しいから、あっちの方がどっちかしたらすごいってねおっしゃってて、へえ、やっぱやってる人にしかわかんないことがありますねってことだったんですけど、これもね、いつもバンドのリードギターとボーカルやっていた友人と、北ちゃんさんとぼっちさんの兼任みたいなやっていた友人と話していたんだが、キャラクターが実際にきちんと楽器を演奏しているアニメをやっと見ることができたのには感心したと言っていたという人もいるみたいですね。例えばドラマーはドラマーがドラムしそうなドラムやりっていう原文なんですよこれ。Like the drummer drums how a drummer would drum っていう、もう原文がそうなんで、ドラマーはドラマーがドラムしそうなドラムやり、ギタリストの指はフレットボードに沿って動き、適切な瞬間に正しい旋律を書き鳴らすんだ。いや、この作品のアニメーションは最上級らしい。まだチェーンソーマンのエピソードを見ていないので、アニメーションがどのぐらい比較上対抗しているかはわからないが、私にとってボッツ・ザ・ロックには今シーズンのベストアニメーションがある。シェフズ・ケースっていうね。このシェフズ・ケースは、シェフの丹精込めた
自慢の一品です。どうぞご賞味ください、みたいなやつです。よくあるやつ。で、前回もご紹介しました、今回のエピソードはいかがでしたかっていう投票なんですけどね、前回よりエクセレントの割合上がってましたね。93.4% がエクセレントだと。で、投票者の数も198人、だから40人、ほぼ4分の1上乗せされておりますね。人数増えて割合も上がるエクセレントの。恐ろしいっすね。何が恐ろしいんですかね、私は。何回もね、怖いぐらいとか、恐ろしくとか言ってますけど、何が怖いのか。自分が経験したことない、その自分の小作品の点数の高さが怖いって何なん？まあ、ただこれは、どっかで持ち上げといてどっかで落とすんじゃないかみたいな、無意味な心配があるんでしょ。そういうことは、わかんないけど、多分ないしょ、この作品では。よっぽどっすよ、そこまでのオチは。なんでね、もうこれは手放しで喜んでいいのかな、この作品のこういう点数とかの高さは。あと、コメント数ですね。コメント数600超え。やっぱ、これは、本当に恐ろしいです、私にとっては。この中からね、自分の訳して紹介できる範囲まで、絞んないといけないですもんね。本当に心苦しいですが、その中でもね、本当に、だから、こんだけいらっしゃるとね、もう、全員いるんじゃんっていう。私が昔から存じ上げてる方がって感じですけどね。前回この人が裏主人公ですかっていうぐらいよく話題に出ていた人の話からですが、墓地が生えてる時に映るあの一連のダムは本当におかしい。はっはっは。数年前のナイスボートの悪ふざけを思い起こさせる。よくご存知ですね。まあ、話題になりましたからね。あと、これ、何でしたっけ？今やってるでしょ？ポップティームエピック。あん中で、その、ナイスボートありましたっけ？なんかあったような気がするな。そのぐらいのことはあったような気がする。なんでね、有名なミームですけど、皆さんそれを思い出したりとかされてましたね。ダムさんの話題は多かったっすよ。ナイスダムっていうね、レオン・ケブラさんの一言に返信がたくさんありまして、私もあんなものをここまであるとは信じられない。普通のアニメなら一瞬の差し込みなところを20秒もダムのショットを続けるなんて、私はずっと死んでいたよ。あとメカラパンさんの哀れな墓地、ダムの決壊だ。とか、That's a lot of damage というね。あと、よく見たのが、God damn it! ね。That's a lot of damage とか、長めの差し込みが他の多くの作品だったら見えてしまうような安っぽさや手抜き感を感じさせないところが良かった。他の多くの場面がいかによく作られているかを考えると、間違いなくご褒美感がある。まあ、それはまた超場違いな感じもしない。以前のエピソードですでに我々は短い実写のクリップを見ているからね。というね。これはもう本当に普段の行いがどうかっていうことですよね。あれが手抜きに見えるかどうかは。3秒のギャグになると予想していたが、続いていった。クローバーワークスはこの作品に A ゲームをかけている。この A ゲームっていうのが最近よく見るミーム言い方で、一番大事な決戦総力戦みたいな感じ。要は一番気合入れて望まないといけない試合みたいな感じですね。ナイスダム。もう何回見たかわかんないです、このナイスダム。まあ、やっぱナイスボートの時にね、あれが広まったんで、それに乗っかって、今回はナイスダムですね。あとこれね、さっきもありましたけど、Father, Mother, Sister, Dog. Father, Mother, Sister, Dog. Father, Mother, Sister, Dog. ボッチャは5枚のチケットを売らなければならないことから、ストレスが爆発し、犬を5枚のうちの1枚に数えている。で、これですね。妹はそもそも入れてもらえるのだろうか。多分イエス。でも当然、チケット代を払うのは彼らの両親だからね。で、サイバーサイズさんが、シェルターっていうお店なんですね。スターリーの元になった実際の場所のウェブサイトによると、そういう20歳未満に、タバコやお酒を売らないとは言っているが、未成年の入場を全面的に禁止しているというのは何も見つからなかったっていうことがあったんですけど、今回本編内でね、何歳以下はダメなんですかね、10歳かな、12歳かなとかね、年齢制限あるんですね。書いていないけど、お疲れ様でした。ありがとうございました、サイバーサズさんね。わあ、スタロリーは実在するのか。訪れるリストにもう一つのランドマークを追加だっていう方とかね、新しい聖地が増えております。まあ今回の金沢八景か、まあ下北沢ね、あとお茶の水か。多分この作品でさらに有名になるんじゃないですかね。後藤は本当に自分の犬を観客として数に入れているのか。もう無理だ、家のペットの犬を数に入れるとは予想していた。しかしそれでも大笑いしてしまった。チケットを売る相手を探し始めた時点で彼女は3人までしか届かないと予想していた。とか、彼女が勘定していて3まで来るや私は思った。犬を数えるつもりなんだ。非常にわずかなアニメだけが私から真の笑いを取っていく。ボッチのギャグが本当に大好きだよ。まあこの辺はいろいろ話題になっておりまして、でそれが今回どう解決されるというか、
何を呼び寄せるのか出てきますんでね。この辺はまた反応楽しみですね。ダムの場面の間に私はくたばっちまったよという方への返信で、ダムのうちの一機には一機二機っていうんですね。ダムは一機には虹までかかっていたぞ、細部への心遣いと呼ぶべきはこれだとか、レップっていうね、くたばっちまいましたからね。とかまたナイスダンで、マーナマントリーゾーさんですね。今回も今週は全体的に素晴らしいエピソードだったが、このエピソードではある小さな瞬間に焦点を当てたい。オーディションの最中のボトルだ。さあ来ましたねこれ。うん、私もね、うーわいい演出されますねと思ったんですけど、第2話でオレンジジュースを使ってボッチの見せた意地に注目させて以来、ボッチではさっき目のボッチとね混ざるんですけど、ボッチではボトルとジュースが大いに活躍しているみたいだし、今度はこのエピソードでニジカが彼女自身落ち着くためにレモネードを見つける、これがニジカがボッチにソーダを貸し、同じく耳もまた貸すという中心軸となる場面につながる。うん、ソーダを貸す、まああげてましたけど、というね場面につながる。飲み物とお互いの考えを共有する。そしてエピソードも最高潮のところで、この目立たない水のボトルに切り替わり、かろうじてしかし確実に彼らの音がそれを共振させている通りにバンドの映り込みを作り出している。これはボッチが新しい視点で自分のバンドを見つめ、自分の成長を半分空っぽではなく半分満タンに見ていることの象徴と重なっている。この比喩はマネージャーがボッチのまだ蓋をされたままの可能性についての考えにふけるにつれ、バケツが水で満たされていく場面への切り替わりまでさらなる広がりを及ぼす。ああね、この辺もジュース飲み物にかかってですね、ボッチの才能はまだ封切られていない、蓋がされたままというね。もちろんこれは二人にそれをめぐった行動させ、また哀れなボッチに溢れる資料の重さを背負わせるコメディとなる。ああ、あのバケツに溢れるぐらいの店長の思いの重み、うん、コメディとなる。私は彼らのオーディションで足を踏みつけるボッチのショットが大好きだ。その形が変わるほどの勢いで叩きつけられ、もはや外からの包囲では彼女を閉じ込めるには足りなくなった。私はそれとこのカットを再視聴していて、あのニジカさんのスカートを握るところですね、していて、ニジカの手とスカートの折れ曲がりの複雑さのままに彼女がそれらとまた状況と格闘しているということを一人発見した。このニュースがいかに悲壮なものであり、それとは対照的に彼女の八つ当たりがいかに滑稽であるかを納得させやすくするのに目を見せる必要はないんだというね。まあ本当に毎回実に文学的に高度な批評文を書かれますね、マロン・ド・マロン・ド・ウィーゾーさんは。で、毎回ね、それを楽しみにされてる方もいらっしゃいますし、いろいろ返信があります。私もそれは興味深く思った。とりわけあの自販機前の場面でレモネードを飲むのがニジカで、ボッチはコーラで、ただそこで聞いてる一方でだ、これはニジカが全部飲み干してボトルを捨てるところまで行かせるんだ。それが水のショットと合わせて素晴らしく奇抜な発想をもたらしていると思う。彼女がコーラを手にしたあの瞬間以来ずっと、あるいはニジカがボッチに託したばかりの夢を手にしたあの瞬間から、彼女はオーディションまでの道のり全てをそこに映し出すことができるんだ。うんね、このみんなの音が反響し、みんなの姿も反射する、リフレクトするというね。で、マロン・ド・マロン・ト・ビーゾーさんの返信で、おう、それは本当に緻密な分析だね。ニジカはレモネードを飲み干すためすぐにその場を離れなければならないので、必要な動作としてもご指摘のように裏の文脈としてもその場面で働いているね。加えてこの見事なカットを提供してくれたので、彼らがそうやったことは嬉しいどころではないよという、これっすね。で、メクラパーさんの気になりますというね、なんだニジカの大きな夢とは。確かにね、武道館より大きい夢、まあその大きいの基準がね人によりますんで、意外な方向でかもしれないですけど、うん、この作品の登場人物とそのやり取りは素晴らしい表現方法になっている。本当に全員集合の感がありますね。いろんな作品の最終回みたいな、まだ中盤なんですけどね。サイバースターズさんの、レモネードの部分への返信なんですけど、うん、ニジカが黄色い飲み物を取り続けるのを見ていると、このバンドのみんなは自然界にはない髪の色を維持するために色のついた液体を飲まなければならないのだろうと思わせる。まるで貴族のフラミンゴみたいに。はい、うん、そうですね。まあでもこれはそれぞれ担当の色がある作品ではよくありますよね。飲み物もその担当色っていうね、うん、なんですけどね。そう、フラミンゴね、あれ食べて出すんですよね、あの色で。またね、マロン・ド・マウント・ビューゾーさんのはは、お次はブルーベリージュースパワーエイドを持った量だね。うん、パワーエイドっていう飲み物があるんですね。それのブルーベリーだという返信がありました。あとこれですね。うん、前回またザワッとなるような。なんでこんなクランチロさんって字幕芸でザワッとなるんですか。
ぼっちがスクローリングをしてる時のヤバそうな金貸しのウェブサイトの字幕を見たか。私も後でびっくりしました。ウェブサイトと同じ書式をしていて、スクロールもする。やりたい放題だな。よく作りますよね、あのたった一場面。あ、でもだからできんのか。うん。一瞬だから。すごい忠実にね、まあこれはこの現物をご覧いただいて、で、モロノマウントビーゾーさんのぼっちの字幕技術は最上級だね。先週は言葉で遊び回るような楽しい事例があったね。という、あの例の押し入れの動く覗き見禁止に合わせて動く字幕。うん。あれはやっぱり衝撃だったみたいですね。皆さん。あと、字幕屋たちもがこのアニメ化には A ゲームをかけているね。うん。ね、よく出てくるんですよ。最近 A ゲーム。あとですね、土曜日に楽しみにしていることが2つある。ぼっちの新エピソード。エピソードスレッドでの君のコメント。コメントを見るために登っていって追いつくのも大好きだね。というね。で、ご本人の返信で、おう、ありがとう、フォークス。でも、DIY の最終回には間に合わなかったんだが、散歩を揃った今シーズンには、うん。これがね、私は散歩って訳しましたけど、要は、ホーリー・トリニティ。まあ、日本でいう仏法そうですよ。父とこと精霊でしたよね。なんで散歩ですね。ちょうど3つありますんで、文脈によっては、三種の神器の方がしっくりくることもありますが、揃った今シーズンにはついていこうとしているんだ。それと山の中にいる君にもねで、これですね、演奏のために用いられたカメラアングルが最高だよ。で、サイバーサズさんの返信で、ぼっちのギターに POV カメラ、ポイントオブビュー、カメラをつけたあの一瞬の部分は素晴らしかった。あのような POV ショットはアニメではあまりたくさん作られてこなかったと思うのだが、それは背景が大きく動くため、説得力のある方法でショットに構成するのに大変な労力がかかるためで、おそらくそのためあの場面はほんの数瞬しか続かなかった。うん。まあそのまず背景を映し出す範囲がすごく広くなるし、広い割には一瞬しか映んないですし、さてこの大きな範囲、要は大きな角度を一瞬でカメラが見渡すところで、まあもちろん人物とのその、構図もそうですけど、人物の動作とそのカメラに映り込んでいる背景の動きと速さ合うかどうかとか、人物のパースとか合わせるのは相当難しいですし、やっぱりロトス効果というね、あのにじかさんの場面とかでもありましたけど、まあ相当参考されてないと難しいですね。で、コズミックペンギン先輩なんですけどねすごいなこの人。さよならユキチといえば、これは文字通り今日現実に起こっているという、福沢先生が一万円札の座から王林になるっていうことをご存知です。コズミックペンギン先輩ぐらいになると。よく知ってますね、そんなこと。なんて奇遇なんだ、ぼっちちゃん。っていうね。それよりあんたのさ、それ。っていうね、リンクを貼られてます。Japan and Printing of 諭吉福沢 Banknote。諭吉福沢銀行券をもう印刷しないよ。という。ねえ。ちなみに細かいですけど、コズミックペンギン先輩は一貫して、ぼっちちゃんなんですよね、表記。ぼっちちゃんが、セカ、ニジカのお姉さん、セイカーさんですね。の犬になりつつあることからして、このライブハウスはマキマかその友人の所有なんだろうか。これ私分かんなかったんですけど、チェーンソーマンの人でしょ。ご存知の方は分かるんでしょうかね。ライブハウスっていう書き方ね、珍しいですよね。普通クラブなんですけどね。そしてぼっちちゃん、冴えない女子は実際他の女の人とはイチャイチャできないというのは本当に確かかな。世の中は小説よりきなりだよ。まあ全然ありえんじゃないですか、ぼっちさんだったらね。ぼっちさんすごい可愛くもあるし、かっこよくもあるし、すごい均衡の取れた、いかにも主人公っていう感じの、ね、全然いけると思うけど。で、今日のウォーターダムコレクションは、滝沢ダム、埼玉プリフェクチャー、The Famous 黒部ダム、富山プリフェクチャー、湯田ダム、岩手プリフェクチャー、そして、味噌川ダム、長野プリフェクチャーを取り揃えている。真剣な話、本当にいい演奏。まだ非凡という段階ではないが、これはまだ本番ですらない。を頂戴した。彼女たちがバンドから何を得たいかという真剣な探求、そしてたくさんのおかしな瞬間、全部ひっくるめて24分以内。なんてお得なんだ。というね。で、またメクロバンさんの、ダムのコメントありがとう。樋口一葉の紙幣は去年取って代わられたんだったと思う。実に残念。多分これは、諭吉先生が、樋口一葉二課じゃないですよね。まあわかんないわ。私の読み間違いか、書き間違いか。諭吉さんは、取って代わられましたけど、樋口一葉さんはもうだいぶ前からですし、ただ樋口一葉さんがもし取って代わられるんだとしたら、再来年ですよね。2024年になんかまた変わるんですって。のどれかかな、わかんないですけどね。あとこれね、頑張れぼっちちゃん、チケットを売るために友達を一人作るんだ。という完全に吉田さんの
あれがまだ生きてんすね、見昔してね。彼女が自分のチャンネルで何か言いさえすれば多くの観客を呼ぶことができる。しかし私もむしろ彼女が友達を作る方を見たいね。うん、これはやっぱりね、未だにランダムランボプロダクションさんとかクイーン DJ さんもたまにおっしゃいますけど、一人ぼっちさんねこっちも一人ぼっちなんですけど、言われますね、友達を作るぼっち。でこれね、ちょっと今回ね、毎週楽しみだなと思っていたんですけど、今回ちょっと残念なことがあります。サイバーサズさんの IOL、実写の連動作品 Roll to Get a Hero とボスタトークが地域制限されたみたいで、私のいるところからは見れない、BDR アニメ、Twitter のですね、の Twitter フィードから YouTube の動画へのリンクを見つけたので、興味があってかつ見る手段のある人はこちらへどうぞというリンクを貼られてるだけの、なんということだ。なぜなんですか。あれどこでした、アニプレックスさん見しちゃってくださいよ、サイバーサイズさんに。サイバーサイズさんがあれを見ていろいろ書かれるのが毎週楽しみだったのに、なんで地域制限なんですかね、急に。いる、なんかまずいことある、わかんないですけど、これね、多分まあそれはね、日本語のコンテンツですから見る人少ないからっていう判断材料もあったのかもしれないですけど、そんなことないっすよ、今多いっすよ。だってこういう動画見に行ったって海外からのコメント、英語とかスペイン語のコメントめっちゃありますよ。一昔前だったら考えられなかったぐらいに。ちょっとこれはお願いしたいな、地域制限解除を。見れる人は見れるみたいで、じゃあ僕は見させてもらうよっていうね、だったんですけどね。あとは VPN 使うとかかもしれないですけど、これは残念でしたけど、まあ相変わらず本当に毎回ものすごい熱量と気迫のコメントがねたくさんありました。というディスカッションされていた皆さんが今回どの辺に反応大きいですかね、振り返っていきますけど、これ本当にあらすじってリキャップね、絶対言われてんな。まあわかるけど、その構成上必ずしも必要性を感じないリキャップっていうのは、あ、これは時間稼ぎですねっていう、まあでもしょうがないですよねっていう感じの微妙な受け止められ方が当然多いんですけど、この先は本当に一旦今の今回のお話の前提を理解してもらうためのリキャップなので、使い回しではなくリキャップを新規作成するという、やっぱちょっと格の違いを毎回面白いな。でチケットね、妹さん来れないとボッチさんのやりとりはあんな感じか。なんかあんまりね、つかず離れずっていう、よくあるのは妹さんがお姉ちゃんべったりとかか、まあまだわかんないですけど、妹さんの方はすごい陽キャで友達多くてっていう、なんならお姉ちゃんの方が下僕扱いみたいなとかねありますけど、こんな感じね、結構妹さんが大人にならないといけない世話の焼けるお姉さんですね。でオープニングのこの人はこの人とこの人はこの人ですね。ある中ね、40か50で死にますね、あのまま行くとね。そうなんすよね。でまあ当然なんですけど、まあある中で死ぬのは勝手っすよ、それはまず究極の話としてあります。なんで問題だとは言っても犯罪ではないし、必ずしもまあほぼ 99% 以上のアル中は人に迷惑かけるんですけど、人の迷惑になんなきゃ自分の体をどう壊そうが勝手だろうという系統の問題ではあるんですけど、そういう大きな命や人生を台無しにしかねない問題を抱える一方で、その生命の眩しい輝きとして音楽には凄まじい力が宿っているというね。やっぱこの辺はそうね、いろんなロックスターに限んないけど、華々しく舞台に出て脚光を浴びているセレブリティの実にしばしば抱えているプライベートでの問題の一つ、プロブレムの一つですね。まあ酒とドラッグと、まあ酒もドラッグも一緒なんですけど、酒はドラッグですから、さっきも言いましたけど、この辺はねやっぱり合法であることをいいことに、だんだんそのイメージが丸くなってるというか、美化されてるというか、酒も要はドラッグですからね、神経毒ですし、あれは密造を取り締まるのが大変に困難だし、発見するのは難しいから合法化されてるし、米国のね禁酒法の失敗がありますんで、法律だけ禁止にしたって何の効果もないどころか悪影響の方が多いと。なんで諦められてるから合法なだけで、ドラッグであることには変わりないし、体にも精神にもっていうね、まあ散々皆さんご存知でしょうけど、なんですけど、そういうドラッグとか異性関係とか家庭問題とか暴力とか、やっぱそういう人間の負の部分、闇の部分、人間の弱さがもたらす感性、感性っていうのは穴ね、穴の方の感性
というものを持った人間を我々のこのボッチャロークの世界に含んでいくんですねっていうね、やっぱりこの作品の踏み込んでいく世界の色合いの違い感じますね。身につまされますしね、多分ね、多くの大人がでしょうね。この依存が深まっていくね、悪循環の図ですね、分かってやってんだなっていうことが確定します。やっぱり演奏は、はい、凄まじいですし、バチか三味線はね、あの今期長谷川郁美さんがね、あのしっぽなの方でも弦楽器とボーカルを担当されてますが、三味線は結構有名ですし、三味線のあれだっていうね、バチは誰かご存知かな。ちょっとあれはいい味を出してますね。まあでもこの変わってるんだな、いちいちね、風ねえ思い出すんですよね、ずっと目つぶってるからっていうのはあったんですけどね。声優さんは全然違う、でもちょっと似てんな、こういう結果になるところ。風ねえもね、3期で酔っ払ってる、泥酔してるところありましたけど、あの時は駄菓子屋さんの方がね持って行きましたんで。そっか、路上ライブか。はあ、よくぼっちここ立ちましたね、舞台に。初めての目もちゃんと片方開けて、通りすがりの皆さんの反応も様々ですね。この辺もすごい路上ライブならではでね。後でね、私が気にしていた許可の方はっていうね、まあないですよね。ただこれはやっぱりこういう都会のコンクリートジャンゴーの中でギター一本生き抜いてきたっていう経験の厚みをお姉さんから感じ、その後押しで前面立つことで、ぼっちがこれまで、そういえばあったなっていう、これまで想像していなかったような未経験の舞台に立つ。すごい、なんか転がり落ちるように舞台の上に飛び出していって、初めての経験をし、やっぱこれは感動っすわ。そうなんですよ。やっぱね、勇気を持って自分を世に問えば、まあそれはね、あのボッツさんぐらいこれまで蓄積していたものがあることが前提ですけど、そういう人が自分の才能を勇気を持って世の中にぶつければ、必ず反応は返ってきますし、その中にやってよかったと思わせるものがありますが、よかったっすね、ボッツさん。本当にあなたこれまであんだけね、腕を磨いてきて、あの至近距離で片目を見て反応もらえるし、本当に1号2号さんでしたけど、初めてのファンが、まあ登録者はいらっしゃいますけどね、あれはやっぱり誰も思いつかないですか。3万人もいるんだったら、あ、でも知らないのか、今のところ本人しか。ボッツさん思いつかないですかね、3万人いたらね。あれか、ボッツさんって特定嫌なんかな、ギラーヒーローさんと。じゃあ隠していくんかな、私がギラーヒーローですっていうのは。まあでもその皆さんとは違う、あの目の前でね、新しくファンができ、チケットもさばっけ、お姉さんも来てくれますし、キクリさんね。ってことは多分バンドのお仲間にも伝わり、どっかで対バンとかね、お互いのバンドを見に行くとか、今後にも繋がっていきそうですけど、とにかく今はボッツさんのあの本当に勇気を出して、怖かったでしょうにね、勇気を出して頑張ってよかったと、あの嬉しそうな顔、本当にこれまでで最上級にボッツさんが幸せそうな場面に被せて大きな花火が上がるととかね、多分その辺が皆さんの反応も大きいですかね。なんで次回までの間にまたそういうところをいろいろと拝見して回って、何か面白いことがありましたらお話しようかなと思ってるところでございます。ってとこですかね、今回は。そんな感じでボッチャロック第6話見ていきました。お付き合いいただいた皆さん、ありがとうございました。また次回でお会いしたいと思います。それではまた。